本当に甘い目で見てですよ、甘めに見て勝ち点6以上取れないのであれば僕はここで解任すべきなのかなというふうに思っております。はい、どうも皆さんこんにちは、ケビンです。はい、というわけでですね、すごくこう久しぶりの動画投稿というふうになってるんですけども、ちょっとまあね、私事ですけどちょっと忙しくて、まあいろいろ撮る暇がなくて動画投稿がなかなかできてなかったんですけど、またね、定期的に撮っていけたらいいかなと思って、撮っていくわけなんですけども、今日はですね、アルテタを解任すべきかというテーマでね、喋っていこうかなと思うんですけど、もうここ最近ですね、アーセナルかなり調子が悪くて、もうね、ずっとね、僕の気持ちも晴れないまま心がね、ずっと曇ったままね、辛い日々を送っていますけども、まあ今日はですね、まあ現在プレミアリーグ14節戦いまして4勝2分け8敗ということで15位という順位に沈んでいるアーセナルなんですけども、まあエメリ解任の時はですね、13節終了で4勝6分け3敗で8位という成績を考えても、明らかに成績が悪いということは間違いないという状況ですね。まあまたユナイテッド戦の勝利以降、リーグ戦では2分け5敗という状況で勝利が全くない状況、そしてその試合の中で3ゴールしか決められてないということもあって、アルテタアウトというような声も上がっている状況ではあるんですけども、まあ今回はそういう今のアーセナルの状況を踏まえて、まあ私ケビンがアルテタについてどう思っているのかと、今の僕自身の現状の気持ちをね、お話ししていけたらいいかなというふうに思うんですけども、まず結論から言いますと、僕はアルテタは、解任派に近い位置にいますということで、この答え方はね、すごくせこい答え方だなというふうに思うんですけども、まあどちらかというと、解任派よりではあります。ただまだ解任はするべきじゃないと。でも今後の成績によっては解任も仕方ないなというふうに思います。まあそれがどういうわけかと言いますと、まあ次節のチェルシー戦、ビッグロンドンダービーですけど、ここに関しては正直厳しいかなというふうに見ております。でそこからブライトン、ウエストブロムウィッチアルビオン、入荷するクリスタルパレスというふうに続いていくわけなんですけど、まあここの4節、ここの4試合を本当に甘い目で見てですよ、甘めに見て勝ち点6以上取れないのであれば僕はここで解任すべきなのかなというふうに思っております。まあ本来であればですね、CL 圏目指してますというようなクラブであるのであれば、ここで勝ち点12は必須だというふうに思うのが当たり前なんですよ。ここを勝ち点12取れなかったら無理だからねだから必須なんですけど、まあアルテタっていう監督を選んだので、もちろん長い目で見る必要っていうのはありますけども、その長い目で見るっていうことに対してももちろん限度っていうものがあるじゃないですか。でこの対戦カード、この4試合で勝てないのであれば、本気でアーセナルが降格するっていう風になると思うのですよ。この相手に勝てなかったら間違いなくアーセナル降格しますから、そうならないためにももうここでアルテタを切るべきだというふうに僕はまあ思っております。アーセナルのメンツがいて降格争いをしてるっていうこと自体がそもそもおかしいので、そこに関してはちょっとね、限度があるのかなというふうには思っております。でまあこっからですね、まあアルテタを解任すべき理由が、まあ僕個人的に見て、まあ主に2つあると思ってます。まず1つ目がですね、降格するわけにはいかないということですね。これはもう間違いないと思うんですけど、まあ降格することによって今ね、優秀な若手たちが出ていってしまう可能性があるっていうことですね。まあもちろん言うまでもないんですけど、サカだったりとかマルティネッリ、あとはガブリエル、ティアニーなどね、ここら辺の選手がまあ降格することになったら出ていくんじゃないかなというふうに思いますし、まあ給料の高い選手であったりだとかベテランの選手なども出ていく可能性がある、
まあここにはオーバメヤンだったりだとか、あとはまあレノとかね、あトーマスパーティーとか、ここら辺もあの出ていく可能性あると思うんですよ。まあこうなった時にあの完全にチーム崩壊しますので、特にね今サッカーに出ていかれたら、サッカーレノに出ていかれたら、あのアーセナルは終わりだと思ってるので、まあこうならないためにも降格するわけにはいかないんですよ。そのためにはあの結果が出ないのであればアルテタを切るのも間違いないのかなというふうに思いますし、まあ降格することによって他のねサポーターから絶対バカにされますから、もうそれだけはねあってはならないんですよ。なのでまあ絶対にね降格してはいけないということで、まあそれがまず理由の一つ目かなというふうに思います。そして二つ目がですね、アルテタの戦術はもう限界なんではないかというような話なんですけど、まあ先ほど言ったようにユナイテッド戦以降ですね、リーグ戦で3ゴールしか決められてないっていう状況で、まあ攻撃力不足っていうのがずっと言われている状況であったりだとか、なんでエジルをスカットから外したんだというような意見が出てたりだとか、まあそういうふうに言われている状況で、まあ僕もねあの辛いながらも毎試合朝4時とかに起きて毎試合見てるんですけど、あの攻撃が果たして変わっているのかって言われると、僕個人的にはそういうふうには思えないんですよね。毎試合見てるんですけど、まあ同じように負けを繰り返して、ずっと負けていってるっていうようにしか見えない。まあもちろんアルテタ自身が試行錯誤しているっていうことはわかるんですよ。まあウィロックをねスタメンで使ってみたりだとか、オーバメヤントップに持ってったりだとか、まあいろんなことを試しながらやってはいるんですけど、果たしてそれで攻撃が良くなっているかって言われると、まあそんなことはないんですよね。得点のとこに関しても、まあサカがね頑張って、あのサウサンプトン戦とかそうなんですけど、サカがこう頑張って3人をね剥がしてあの得点に結びつけるみたいなものがあったりだとか、まあ PK もらって PK でみたいなことがあったりだとか、まあこのサカがね継続的に結果を出せるわけじゃないので、3人いつでも3人かわせますよっていうことだったら、僕はサカ頼みでもいいと思うんですけど、それができるわけではないのでまあ攻撃の面に関してあまりね良くはなってないのかなというふうに思いますし、まあアルテタ自身ねクロスゲーを好んで今やってますけど、まあ巷ではモイズサッカーだというふうに言われてはいますけども、アーセナルの選手がもともとクロスにね合わせるのが上手い選手ってそこまでいるわけではないので、クロスを上げたところで跳ね返されて終わりなんですよね。で別に何の考えもなくクロス上げるので、ただただ跳ね返されて得点の香りがしないというような、そんな試合が続いているという感じですね。まあ僕アルテタがクロスゲーで満足してるっていう風な記事も出てたりするんですし、そういうインタビューで語ってたりもするんですけど、僕はですねアルテタがクロスゲーやるとするならばですよ、まあサイドを、まあ、崩してどんどんねエリア内にえぐっていって、血を這うようなね低いクロスで逆サイドが合わせますみたいな、そういうクロスサッカーなのかなと思ってたんですけど、普通に中にターゲットもいないのに外から放り込むみたいな、そういうクロスゲーをやってるので、まあそのサッカーをやり続けるのであれば、まあ正直今後アーセナルに未来はないのかなというふうに思うので、まあそういう面を考えると解任するのがいいんじゃないかなというふうに思っております。あ、こういうふうに今日僕自身アルテタを解任すべきだというふうに言ってはいるんですけど、まあ僕自身もちろんアルテタに期待はしてるんですよ。で、まあアルテタを擁護するのであれば、まあここ最近の試合では、まあ10人で戦う試合が多かったんですね。まあこれはジャカであったりだとかペペの、まあプレーと関係ないところでの不必要なファールで、まあ試合を壊してしまっていたりだとか、まああとは、単純にトラップとかパスとかが基本的な技術が足りない選手が多いというのが、まあ問題ではあったりするので、まあこれに関しては特にね、ベジェリンだったりとかっていう部分なんですけど、まあ、ここに関しては、まあ言い訳に過ぎないですし、まあ、それができないのであれば、その選手を外すだったりとかの
監督のメンバー選びっていう部分もあったりするので、まあちょっと何とも言えない部分ではあるんですけど、まあそこら辺がアルテタを擁護する理由になってくるのかなと思うんですけど、まあ今のまま続けるのであればちょっときついのかなというふうには思っております。ただですね、まあ昨シーズン、まああんだけこう限られたメンツで最適解をしっかり見つけ出して FA カップをね取っているアルテタなので、監督としてのね力はあると思うので、まあ頑張ってほしいなという気持ちはあるんですけど、まあ僕自身は今後1ヶ月ぐらいですかねの成績によっては、まあ解任されても仕方ないのかなというふうに思います。まあやっぱり解任するためには、解任するためにはというか、あの降格しないために解任すべきというふうに僕は考えているので、まあそこ、まあやっぱり今後1ヶ月の成績次第なのかなというふうに思います。はい、というわけで今日はですね、アルテタ解任論についてのお話をしたわけなんですけども、まあぜひね、あのグナーの方いましたら、アルテタ解任派なのか続投派なのかをねぜひ書いていただきたいなと思いますし、まあ今かなりね辛い時期だとは思いますけど、まあここをね乗り切ったらきっと楽しい未来が待っているはずなのでこの苦しい時期をね頑張ってね一緒にね乗り越えていけたらいいなと思いますし、僕最近本当にメンタル強くなったなと思って、もうね他サポの煽りとかね全く心に響かなくなったから最近もう全然俺心に来なくなったからね、結構メンタルはね強くなってるんで、まあアーセナルを見てねこう今後のなんだろう、普通のね社会生活においてもこのメンタルの強さ必要になってくるんじゃないかなと思うので、あのぜひねアーセナルで修行していけたらというふうに思っております。はい、というわけで今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしね動画気に入っていただけましたら、チャンネル登録コメント高評価などよろしくお願いします。はい、というわけでまた次回の動画でお待ちしております。それではさよなら。